はい今回は公明党のヤバい正体がわかる自民党裏金議員の推薦について考えていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ sns でも少し話題になっておりましてニュースにもなっておりますであのほとんどのマスコミがこれ取り上げないんですねなんでかというとマスコミの背後にはですねせんべいがおり、まあ、せんべいないしは大企業がおりまあそのスポンサーということでですねその不利益になるようなことはまあ,あ報じないとなつまりはこのね 自民、公明、あるいはマルまる、せんべいが後ろで,です、ねまあ、一緒に手をつなぐ、それがです、ね、今回え、自民党裏金議員の推薦という形で、まあ、おかしいと、まあ、そういったことが大きな話題になっています。何かっていうと、まあ、こういったことなんですね、公明党が、まあ、自民党の非公認の、まあ、裏金議員の推薦をするということで、これは明らかにおかしいじゃないかっていう、まあ、SNS の声で、僕もそう思います。 このようなです、ねまあ、この公明党というまあ政党ですよね、自民党とともに、ねえー、まあ連立政権を組んでいる、えー、自民、公明、自民だけではなく公明党のまあ解体も必要と、だから自民と公明というのは何も変わらないんですよ、同じ穴の無地なであるということが分かる、まあ、そういった話ですね。 でこちらはリスナー様も思っている方が多くいらっしゃると思うんですが、自民党のまあ選挙っていうことなんですが、当然、公明党ですね、とうませんべいがですね、バックアップにまあ入るとで、特にこのせんべいの組織票っていうのがあの大きいんですよ、でこれをなんとかしないと、本当に政権交代が厳しいと、まあ、そういったまあ状況なわけですね、ずっとそれがまあ続いてるわけですよ。でまあ、そういったこともあって、えー、まあ考えてえまあいく内容なんですが。 まあ、自民党というか、まあ、自公政権ですが、この公明党の組織票が大きく、ね、この自民党を支えているという、まあ、話です。で、まあ要約すると、こういったことなんですよね、裏金議員の、まあ、問題、裏金の事件を受けてです、ね、石破茂自民党が非公認とした、旧安倍派の三林弘美、西村康稔を公明党がです、ね、10月9日に、まあ、推薦を決定したと。 あの裏金議員を、ねえーまあ、推薦するのかっていうことでおかしいじゃないかっていうことでこれが大きな、ねまあ、波紋というか炎上と、まあ、そういったことになっていると、まあ、そうですよね僕も思いますし立スナー様も思うと思いますだから公明党っていうのは自民党と何も変わらないんですよ同じ穴の無ジなっていう言葉がありますがあま,まさにそれにあたるわけですよねうん自民党の裏金議員、まあ、裏金脱税議員をですね、えー、あの公明党が推薦するっていう 国民からしたらもう全く望まない意味がわからない、そして自公のこの忖度がひどいと。だからやっぱり多くの人が思う、僕もリスナー様も思う、自民党だけではなく、自公の政権交代、公明党もゲアさせないといけないと。で、このね、代表がなんか変わったんですよね、まあ、僕はあ公明党なんてまるっきり興味がないですけど、この山口っていうのからあ石井っていうのに変わって石井圭一っていうんですかね。で、この石井圭一っていうのも多分いろいろ考えたんでしょうね。 えー、このせんべいの学会票がなんか思いに取れない、えーまあ、そういったこともあって、まあ、そういったことも考慮してるのか、なんだか知りませんが、訳わ分わかりませんが、自民党のまあ推薦に回ったと。 でこの三林弘美に関しては、ある程度、まあ、票がまあ見込めるんじゃないかとか、そういうことを思ったらしいんですが、この埼玉14区の、ねえー、話で、えー、この話が大きく炎上して、えー、公明党全員落選、えー、させた方がいいってね、だから自民、公明が今回、ですね大きく議席を失ったら、本当に政権交代が見えてきますから、確かに立憲民主党というのもおかしいところが非常に多いですが。 自民、公明に比べれば、まあ、幾分と言いますか、ま,あ、まだまし、まあ、選択ですが、とにかくこの今,今の、今までのこの時効のね、流れを継続してはいけないんですよ、それは多分皆さん、僕も、日本国民が思ってると思うんで、で公明党ってのは自民党の陰に隠れてますが、先ほどお話したように、時効自民、公明、同じ穴のムジなですね、選挙に勝つためであれば、とうまるせんべいの票が動くっていうことです。 であのー、これは最後の方にお伝えしようと思,思いますし、皆さんも多分思ってると思うんですよこれ、明らかにあの憲法違反なんですよ、でこの憲法違反を、えー、ずっと放置されてるんですね、何かっていうと、まあ、自民と東丸の関係を隠してる、まあ、それもそうですが、今度は公明党とせんべいの関係ですよ、公明党とせんべいって明らかにこれ、えー、政権を分離してないじゃないですか。で例ええばね、えー、まあ なんだろう、普通に考えてですよ、公明がこの自民,自民の裏金議員をまあ応援する、推薦する自体はおかしいわけですよ。だから公明っていうのは、なかなかです、ね、この姿が見えないことを、まあ、なんて言うんでしょうかね、それをまあ隠れみのにと言いますか、うんで、自民党の後ろに行って、まあ、公明が組織予報を渡すと、でそれで自公で連立を組んで、今までのこの日本衰退の,この大きな原因になっているということで。 次の選挙で,です、ね、国民が何としてもこの自公の政権を、ね、変えるためにあの自民、公明の,、ね、この議員の落選そういったものにこう向かう必要があるっていう、まあ、そういったことを思う、まあ、大きなまあ内容なんですがちょっとニュースになっているので、まあ、このニュースがきちんと、ねえーまあ、ほとんどこれ取り上げないんですが、まあ、こういったものを取り上げる、ね、ニュースこ,とこそがま,あまともだと思うのでそちらを考えていきます。代表がか、ま、変わっても 裏金自民党と同類の公明党ということで山口っていうのから変わったんですよねしかし何もやってることは変わらないと、うん、裏金の件でね石破が非公認とした旧安倍派の、ね、三ツ林西村を公明党が9日に推薦を決定すると意味がわからないとそうじゃないですか僕も李さ様も、ね、多くの国民ほとんどの国民が意味がわからないと思うんですよね 公明党の石井圭一代表はあ衆院選で非公認となる自民党の議員について公認されていないということは自民からの推薦要請もない推薦することはならないと言っていたにもかかわらずこの三ツ林という裏金がだい二千い2950万円さらにこの安倍派の裏金作りに深く関係していたこの西村を推薦するって意味がわからないじゃないですか。 全く意味がわからないんですよねでこの公明党の石井がですね、えー、比例北関東ブロックから埼玉14区にく替えをしてこの三林の選挙区は同じ埼玉の13区とでこの西村っていうの,のの兵庫の小選挙区でも公明2人が出馬しているっていうことで。 だから公明としては自民とはこう手を切れずに、えーまあ、自民を推薦する、まあ、そういったことであったり萩生田光一とか下村博文にも公明は恩を売ると萩生田とか下村っていうのは遠村と遠丸とですと、ね、ズブズブな関係であることが分かっているじゃないですかだからこの自公と言われている自民と公明というのは切っても切れない関係なんで国民がこれをですね落としていくしかないんですよ。 だとにかく野党に政権交代するように、えー、国民がです、ねえー、決めていかないといけないそういった状況です。で公明はです、ね、東京、大阪、北海道、愛知、広島の小選挙区でも候補者を立てているということで,、うん、で公明はあこの自民党の裏金議員にどんどん推薦を与えるう、まあ、そういったあことがあると。 でこのね萩生田光一がね2728万円の非公認、えー、っていうことなんですが、そこに、えー、まあまたわからないように裏からつな、ね、がりを見せるんじゃないかと、八王子っていうのはね、このせんべいのななんていうのかな拠点になってるんで、東丸せんべいの拠点となってる、だからそうなってくると、頑張ってですねこの八王子の、ね、市民が反対しても、この謎のですね、この 公明ののせんんべいい組織票が動くと本当に厳しいんですよだから何としても頑張って、市民、国民でですねこれを変えていかないと、まあ、そ,うそういった今、状況にあるわけですね。で、あのこの選挙になるたんびに、遠、えーまあ、丸の票というよりは、どちらかというと、せ、ま、ん、あ、べいの組織票が大きく動くんで、それで自民党が勝ってるっていう、まあ、そういったあ、まあ、あことがあるんですよ。 で、えーまあ、萩生田光一っていうのは、遠丸とズブズブっていうことで、えー、萩生田は八王子では、えーまあ、その公明にもなんだかんだ支持されないんじゃないかって言われてたんですが、公明は最後の最後で、萩生田の、ね、支援、応援に回る可能性があるっていうことで、うん、でこの先ほどの下村もですね、公、えーまあ、明の、まあ、応援があ,あるっていう、まあ、ことで、おかしいのもいいところじゃないですか。 だからこの自民、公明を変えないといけないんですよ、裏金議員ね。自民党の裏金議員を推薦する公明っていうのはおかしいとしか思えませんからね。うん この,おなていうのかな公明というのはこの、せんべいの、ねえー、支持者というか、せんべいの,この学会員がいるわけじゃないですか、でいろいろ言われてるんですよ、あのせんべいの,その、ね、学会員は上の者の,の言う通りには動かないんじゃないかということなんですが、まあ、実際はどうだかわからないですしね、うん、全くもう、僕とかリスナーさんからしたらわけは訳わからないじゃないですか。 とにかくあの、まあ、次の選挙で、ね、自民、公明をどんどん,どんどん落選させていかないと日本が衰退していくわけですよ自公の好き勝手、えー、してる子の、ね、全く国民のために、えー、しない政治をするわけじゃないですか。 でああのまあ、最初の方にちょっとお話して、リ,リスさん様も思ってらっしゃると思うんですが、明らかに憲法違反なんですよね、何かっていうと、公明党とせんべいっていうのは一体化してるわけじゃないですか、日本というのは政教分離っていうのがあるんですが、あ公明党とせんべいの一体化について何も触れないんですよ、だからそういったもので触れられないのであれば、国民がですね、えー、みんな声を上げて、選挙で、えー、まあ自民、公明にノーと、公明を落とす、そういった流れに向かう必要があると思います。 まあこの公明党の話っていうのはなかなか話題に出ないんですけど、まあ、今回ですね、まあ、SNS ニュースにもなっていたので、えー、調べて思ったことをお話しいたしましたということで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします